Amazon でちょっと大きなものを買いました。こんだけ大きな箱で届いたのは初めてです。今日はですね、この箱開けるところからちょっとやっていきたいと思います。ちょっと納品書は名前とか書いてあるんで、ちょっと住所とか書いてあるんで剥がしちゃいましたけどね。でねんでねん。見えた。ちょっと見えましたかね。これを買いました。でねーん。横向き効果。コーヒーメーカーですね。ちょっと箱から出してみたいと思います。ハリオの V60 コーヒーメーカー。ハリオ式っていうのですね。あります。2杯から5杯を。一人分っていうのは入れられないですね。多分コーヒーなんでですね、一人分っていうのがカップが小さいんですよね。だから普通にマグカップで飲む分にはですね、一応二人分ということで作っていいんじゃないかと思います。特徴ですね、円錐型一つ穴スパイラルリブが特徴のコーヒードリッパーです。このコーヒードリッパー、このなんていうんですかね、ドリッパーって言うんですけど、これのここの底がですね、穴が一つになってると。でここにこう螺旋の、筋が入ってるってことですね。大体こう3つ穴が開いてるのが多いんですけど、これは一つであると。でその形がですね、円錐型をしていると。大体そこがこう台形というか、そこが平らになってるのが多いんですけど、でその平らな底に3つ穴が開いてたりするんですけど、これは円錐型で、まあ、そのセンターからコーヒーが落ちるということになってますね。あとまあこの蒸らし、まあお湯かけてちょっと置いとくんですけど、こうかお湯かけて少し置いとく、豆を置いとくんですけど、この蒸らしの時間にですね、このスパイラルリブというこのリブ、溝がですね、膨張、豆の膨張を妨げないっていうのは、まあ、そういう効果がある。うん、ね、おや、マニュアル。入ってるのは、あ、ペーパーフィルター入ってるんだね。40枚。それから、ドリッパー。プラスチックでできたそうです。コーヒーサーバー、受ける方ですね。ドリッパー受け。なんだろう、この間にこう入れるやつかな。あと、豆を入れる、測る、計量スプーン。ペーパー、紙。わかりますかね、この質感が。紙でできております。当たり前ですけど、ね。計量スプーン。プラスチック製。見えるかな？耐熱ガラスです。日本ガラス製品工業会の認証を受けた耐熱ガラスです。まあ、5杯分入りますよということですね。オーブン直火は使用できません。まあ、当たり前です。上はプラスチックですしね。こんな感じ。これドリッパー。ああ、確かにここ穴が一つしか開いてないんですよね。ああ、ドリッパー受けっていうのはこう置いとく、バタバタ垂れてきますから、それを置いとくためのお皿ですね。はい、これが本体です。ちょっとボタンの意味とかはね、ちょっとまた後でやっていこうと思いますけど、まあ、ここにこういうのをですね、こう入れると。で、まあコーヒーが入ったら、これは皿に乗せると。で、これでコーヒー、まあコーヒーをこう注ぐと、飲むということですね。で、まあコンセントにつなぐわけですけど、ここに蓋
蓋がついてまして、ここ見えるかな、ここに水を入れます。そうするとまあお湯が沸いてここから出てくると見えますかね、見えますかね、こんな感じです。なんかここの21個穴が入るそうですけど、なんかこれも特殊なそのあれですね、その豆を蒸らすということについては効果的にまあお湯出てくるということになってます。こちらでですね、水量メモリがついてます。透けて見えるのかな、そういう感じになってますね。こっちはあれかな、何杯分のコーヒーを入れるかということですかね。あとそこ、この電源、まあオンオフでお湯が沸くっていうのもあるんですけど、下ですね、ここ冷めないように、保温プレートがついてます。まあ、ボタン、まあやるのはコーヒーを沸かして、お湯沸かしてコーヒー入れることしかできない機械です。エスプレッソとかですね、ああいうものは対応してません。高温抽出93度塩水型ドリッパー新世代蒸らし機能。って言って棒が、紹介する棒がふーんって言ってるんですね。これ全部で14ページしかない、マニュアルないんですけど、機械の使い方のページが、ほんのちょっとですね、4ページぐらい、3ページしかないですね。これ絵も大きくて字も大きいしですね、初めて見ても見やすいかなと思います。これでちょっとまあ 朝の忙しい時とか休みの日の朝、ちょっとこれでコーヒー飲んでですね、自分で入れてもいいんですけど、機械にちょっとそこは任せられると、その分何か他のことが朝できますから、その点便利になるかと思います。以上、ハリオの V60 コーヒーメーカーの開封動画でした。